に関してはもうストレートが少しこうカット気味にいきますし、まあ、落ちるボールをうまく使ってますしね今年は、はい、先ほどの同点ツーランです。森と中村の対決になります。去年は2打数1安打という対決でした。この森唯人と中村武也、ワンアウト1、3塁、セカンドショートはダブルプレー体制。初球打った左中間、三塁ランナー落ちるのを確認してからホームへ向かっています。勝ち越しのタイムリーツーベース、そして1ランナーは三塁回った。バックホームされるがホームイン、クリアボールも帰ってきました。これは中村の全打点ですよね。中村が今ベンチに向けてガッツポーズも見せました。この1球ですよね、多分工藤監督も首かしげてると思うんですけど、これが変化球から入ってきてるんですよね、まあ、先ほど変化球打ったから決め変化球ないだろうっていうふうに思って投げさせたのか、これが彼の一番ベストのボールじゃないと思うんですよ、そうなると高谷の1球目の入り方がやっぱりまずいのかなという、やっぱりリーグの人ランナーいたらやっぱり一番ベストのボールから入らなきゃいけないですよね、そうなると彼の場合やっぱりストレートですよ、多分打たれたのは、ね、フォークなのかカーブなのかちょっと分かりませんけど、ちょっと緩い感じのボールでしたね、緩いボールですよね、同じようなタイミングで打ってますから、